その空間にゴッツーザ様と俺だけになった時に、うん、杉田君が受けてくれて私は助かってる。そう、うん、そうそう、本来だったら私も踊るっていう意味では足を引っ張ってしまうし、やるべきではないと思ってたって。ランティス祭りって歌が歌いたい人とか音楽がやりたい人が来る頂点みたいな空間だと思ってるから、うんうんうん、そういうのにやっぱり失礼だと私は思うからって。でも杉田君も受けてくれたし、5人揃うっていうことは意味のあるものだって。そうですよね。そしたらやっぱりその、うん、ラブライブサンシャインの子たちが来て、うんうん、後藤優子さんすごい学生の頃憧れて見てましたって挨拶来るんだよ。その世代の、うん、なんか情けない姿ってできないじゃん今のこと。ゴッドゥーザーさんさすがだよ、物が違った。うん、俺も思った。古川君にやっぱ言われて、うん、杉田さん出てくれるんですねって言われて、いやまあそうですよ、杉田さんがまあ、うん、あれかもしれないですけど、我々の世代からしたらもう レジェンドのカムバックですから、うん、まあ養成所でね、うん、若い子が僕歌って踊れないから声優になれないと思うんですっていう話を言われた時を思い出したよ、うん、このおじさん見ろって、それできなくてコンプレックスだけどプロで続けてるだろうって、うん、確かにって笑われながら、それもどうかと思うけどな、タメ口で笑われたけど、ただまあランティスマスに関して言えばやっぱりお客さんって例えば、うん、あの政治上でも言ったけども、うん、あの当時深夜アニメを見ながらしこってた思春期のやつらが大人になって12年経って大人になって自分のお金でチケットを買って見たいものを見に来てるんで、成長じゃん。そうです、そうです、答えなきゃ。本当ですよ、うんうん、まあ今でもしこってるとは思うけど、うん、しこる話はいいでしょうが、うん、それしこってますよみんな。ところで TMRA の DVD 持ってた人、うん、こっそり手を挙げて言ってたらすげえ上がった、すげえ上がったか、うん、ハヒルやっぱみんな見てたんですね、うん、で俺が「ミートゥ」って言ってこれこれ持ってんじゃないですか、こうやって握手するポーズ、ね、いや言っちゃなんだけど、なんかオフィシャルの人ですらちょっと持ってて、うん、だってあれ内容的にちょっとドラマちゃんとしてて面白かったですもんね。だから内容も本編を頑張って再現してるのね、うんうんうん、別にこれは悪いものじゃないって。そうそうそう、じゃあ俺が悪い意味で例えたのは次のシーンに制服を全部脱いでるみたいなやつでしょってちょっと着てた方がさ、はい、イマジネーション働くんじゃない。まあ、俺も着てる方が好きです、ね、だよな、うん、最初から裸でスパーンって出てくるとなんかちょっと大丈夫かな。俺基本的に全部脱ぐ AV 好きじゃないです。ん、何、ん、俺基本的に全部脱ぐ AV 好きじゃないです。コスプレって銘打ってんのに次のシーンで全部脱いでるやつ、ね、そうそうそう、最終的に裸になってるやつとか、うん、本当に抱きすべき存在だと思って、許せねえよ。本当本当、着てるままなのかいいんだよ。だから作品に対しての愛がないんじゃない。いやそうですね。そしたらえって言ってたけど、えって杉田さん今何言いましたって。それはそうなりますわ、うん、まあそういう意味では意味があったよ。いやいや俺もね、うん、本当に心残りなのは全盛の頃に春日のイベントとか一度も行けなかったな。あ、なるほど。また復活してくださいよ、また踊ってくださいよ、ま、今度は俺も見に行きたい。また10年後っすかね。10年後10年後かまた10年後っすか、ね、10年後か。どうなってるんだろうね10年後って。でもまだ多分みんなしこってると思いますよ。ああ、まあだろうね。10年や20年でしこるのやめないでしょ。意外にその蔦屋のエロコーナーとか、うんうん、DVD 量販店って、うん、結構年上の人のお客さん多いから、うん、そうそうそう、うん、何の話をしてるんだろう、うん、意外に若い人っていないからね、はいはい、そうですね、うん、はい、それではアニゲラディドゥン始まります。アニゲラディドゥン